聖書を拝読します。ルカ22章30節です。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。アーメン。映像で用意されたインマヌエル聖歌台と西オーケストラの賛美の後、天国14回目天国の食生活のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットで礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、 GCN 放送の視聴者の皆さん、前回からは天国で神の子供たちはどんな姿でどう生きるようになるのかについて共通の部分を伝えましたが、まず天国で着る服についてお話ししました。今日は天国で何を食べて生きていくかについてお伝えします。生徒の皆さんはどんな食べ物が好きですか？また一番好きな料理は何でしょうか？私が一番好きな食べ物は何かご存知ですか？私はご飯が一番好きです。白いご飯も雑穀ご飯も好きです。おかずは昔からキムチが一番好きです。いくらごちそうでもキムチがないと物足りないです。皆さんも自分が好きな食べ物を思い浮かべながら聞いてください。肉類や海産物が好きな方もいるし、お菓子やパン類が好きな方もいます。では皆さんがこの地上でそれほど好きだったものを天国でも果たして食べられるでしょうか？ある方は好きなものを食べるのが大きい楽しみの一つだと言ったりします。そのような方々はもし天国に好きな食べ物がなかったらどうしようと心配したことがあるでしょうか？このような方々のために答えを先に申しますと、そんな心配は全然する必要がありませんから、安心してこのメッセージをよく聞かれますように。愛する生徒の皆さん、神様がお作りになった最初の人アダムとエバはエデンの園に住んでいた時、何を食べていたでしょうか？創世記 1-29 に、ついで神は仰せられた、見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与えた、それがあなた方の食物になると言われました。つまり第二の天の天に属するエデンの園で生きていたアダムとエバの食べ物は種を持つすべての草と種を持つ実だったのです。ここで種を持つ実とは、木に実を結ぶ果物、すなわちリンゴ、梨、ブドウ、桃のようなもので、種を持つすべての草とはスイカ、マクワウリ、イチゴ、メロン、トマトのようなものです。エデンの園ではこのような果物が豊かだったので、アダムとエバがエデンの園で産んだ子孫は特別に労苦する必要がありませんでした。どころかアダムが不従順の罪を犯したので、エデンの園からこの地上に追い出された後はどうなったでしょうか？創世記3-18-19前半節に、土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない、あなたは顔に汗を流して糧を得、とあります。アダムの罪によってアダムが支配していたこの地上も呪われて、茨とアザミのような必要のない木と草が生えるようになりました。地が呪われる前は種が落ちるまま30倍60倍100倍の実を結びました。しかしこの地上が呪われた後は、汗を流す労苦をして土地を耕してこそ野の草が得られるようになったのです。
ところで、ここで野の草とは、野に生えている草だけを意味するのではなく、この地上で老苦していたあらゆる産物を示しています。このように、この地上で人間工作が始まった当時は、野のあらゆる産物が糧となったのです。それなら人類が肉を食べ始めたのはいつでしょうか。それはノアの洪水の後です。創世記9の3から4に、生きて動いているものは皆あなた方の食物である緑の草と同じように全てのものをあなた方に与えた。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならないとあります。このように神様はノアの洪水の後は肉を食べることを許されましたが、清い動物を区分して糧としてくださったのです。また、忌むべき汚れた動物はどんなものなのかを具体的に示してくださり、そのようなものは食べてはならないと言われました。忌むべき汚れた動物には悪い性質や毒性が多いので、人がそのような動物の肉を食べると、人の気質の中にも悪い性質や毒性がたまるからです。例えば、体に傷ができて産んだら、漢方医学では豚肉を禁じます。豚肉を食べればすぐ傷が悪化してしまうからです。牛肉とか羊肉は食べても傷口が化膿したりしないのです。それで神様を恐れるイスラエルの民は、律法の通り汚れたものは食べなかったし、これは今日も続いています。ダニエルと3人の同僚は、異国に捕虜として連れて行かれた時、王の食べるご馳走を食べるほど良い待遇を受けていたのに、神様が禁じられたものを食べないために、野菜だけを食べさせてほしいと申し出ました。すると、ダニエル 1-15 に、10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるご馳走を食べているどの少年よりもよく、体も肥えていたとあります。お肉などご馳走を食べた他の少年たちより、律法の通り野菜だけを食べた彼らの顔色が良かったのです。イエス様の道を備えていたバプテスマのヨハネは、イナゴと野蜜を食べていたと書かれていますが、レビ 11-22 には、イナゴは食べても良い昆虫として出てきます。新約時代になって、福音が異邦人にも広く述べ伝えられていくと、人たちは会議で食べ物についての掟を定めます。異邦人たちには、ユダヤ人のようにしなさいと強いるのではなく、ただいくつかだけを禁じました。ユダヤ人は先祖代々律法を守ってきたから、忌むべきものを食べないことも難なく守れますが、異邦人たちは忌むべきものをずっと食べてきたので、全部禁じるなら信仰生活がきついですね。それで掟をある程度緩くしてあげたのです。使徒21-25に、信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困とを避けるべきであると決定しましたとあります。つまり、忌むべきものの中で4つは禁じたのです。偶像の神に備えた肉と血と締め殺したもの、締め殺したものとは犬のことです。今日はどうなのか分かりませんが、韓国では昔、犬を屠殺するときは締め殺しました。今日は別の方法を使っていると思いますが、1980年代にこの聖句について祈ったら、神様は締め殺したものとは犬のことだと、その理由を説明してくださいました。犬は飼い主が分かって使えるし、飼い主のために犠牲になることもあります。
泥棒から家も守るし、飼い主のために命まで捧げられる動物なのです。飼い主が分かって、声とか匂いも区分できるし、懐くのです。牛も飼い主のために働きますが、犬のように飼い主に懐くのではありません。可愛がって飼っていた犬を、そして飼い主のために命まで捧げられる犬を、締め殺して食べるとしたら、どんなに残忍なことでしょうか。だから神様は、締め殺したものを食べてはならないと言われたのです。新約でも同じです。愛する聖徒の皆さん、では今後この地上に千年王国が臨む時、私たちはどんなものを食べるのでしょうか。まず7年間難の後生き残った肉の人々は、種をまいて収穫して食べたり、自然になった実を取って食べたりします。その時は呪われる前の地球のように、公害がなくて害虫もいない良い環境ですから、山や野原やどこででも実が豊かで、なる実も大きくて美味しそうです。またその時は敵である悪魔サタンが閉じ込められているので、肉の人々の心の悪が現れず、動物を捕まえて殺すこともなくなるので、肉食をしないで菜食だけをするようになります。救われた御霊の人のことではなくて、この地上に生き残って子供を産んで増え続けて世界に満ちた肉の人々のことを今説明しています。それなら救われた神の子供たちは千年王国の間何を食べるのでしょうか。御霊に属する復活した体を着ているので、果物や花の香りを嗅ぐだけでも満たされて生きられますが、肉の人の食べ物も食べられます。よみがえられた主も弟子たちと共に焼いた魚とパンを召し上がった場面が聖書に記されています。ヨハネ21の12から13に、イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。よみがえられた後、弟子たちの前に現れたのです。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされたとあります。このようによみがえられた主が弟子たちと共に食事をなさったのは、空腹だったからではなく、御霊に属する体もこの地上の食べ物を食べられることを教えてくださるためでした。ところでそれは御霊の人々には美味しくない食べ物のように感じられます。好き嫌いのためではなくて、なぜ美味しくないのか今から説明します。どうしてそうなのか例えを挙げると、6月になると韓国のあちこちで朝鮮戦争食べ物体験という行事を開いて、1950年代に食べたものを再現して市民が試食します。非常に貧しい時代だったし、春の端境期もあったし、戦争も起こったから、どんなに食べ物に困っていたでしょうか。このような行事で紹介されるメニューには、麦餅、よもぎ餅、小麦餅、麦飯のおにぎりなどがあります。当時はこんな食べ物も貴重で、とてもおいしいと思って食べました。小学生の時、友達の家に遊びに行って、小麦餅でも出されたら、すごく喜んで食べました。とってもおいしかったです。ところが、もし当時の食べ物をそのまま再現して食べてみるなら、その当時いくらおいしいと思った人でも、今はその時のようにおいしいと感じられないでしょう。しかも柔らかいパンや米のご飯に慣れている中高生や若者に食べてみてと言えば、おいしいと思う人はほとんどいないでしょう。しかも1ヶ月間食べなさいと言うなら、多分お金をあげると言ってもいいと言うでしょう。このように千年王国の間も、御霊の体を着た御霊の人々は、肉の人の食べ物をおいしいと感じられないのです。戦争後の1950年60年代には、小麦餅でもすごくおいしかったのに、当時もガムがありました。今のようなものではなくて、
自分で作って噛みました。小麦粉を噛むと粘りが出てきてガムみたいな食感になるんです。でも今なら誰がそんなガムを噛んで、誰が小麦餅とかよもぎ餅、麦餅を好きで食べるでしょうか。そのため肉の人の食べ物は多分食べませんが、彼らに招待された場合はその人のために食べることもあります。そしてこのように食べたものは呼吸とともに分解されて体の外に排出されるのです。だからトイレもいらないし行く必要もないのです。千年王国の時、肉の人は相変わらずトイレに行くでしょうが、御霊の人は行く必要がないのです。摂取した食べ物が呼吸とともに外に排出され香りになって消えてしまうのですから、どんなに楽で不思議なことでしょう。したがって天国ではもちろん、千年王国の間も御霊の人々は匂いのするトイレが全然必要ないのです。肉の人に招待されて行って食べるとしても、たくさん食べるでしょうか。少ししか食べないのです。トイレに行くこともトイレもないということ一つだけでも、天国がどれほど空気のきれいな清潔なところで永遠に生きるのに良いところなのかがわかります。皆さん、トイレがあることとないことを比べてみてください。物を食べれば噛んで飲み込むと消化されて腸を通った後外に出ていくから、トイレに行かなければならないし、用を足した後はきれいに洗わなければならないし、私は子どもの時から習慣になって石鹸で洗いましたが、今は洗浄機能がついている便座もありますね。そしてトイレの掃除もしなければならないし面倒ですね。でも天国ではそんなことはいらないから、どれほどいいでしょうか。愛する生徒の皆さん、では今からは永遠に生きる天国の食生活についてお伝えします。天国で私たちの体は千年王国の時より霊の世界にふさわしい完全な霊の体になります。この完全な霊の体は何かを食べなくても神様がくださった命の力でいつまでも生きることができます。完全な霊の体は食べなくても生きられることをイエス様も教えてくださいました。マタイ 26-29、 ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありませんと言われたのです。ここでブドウの実で作ったものとは、霊的にブドウの木である主によって作られた万物の中で私たちが食べられるすべてのものを指します。単にブドウの実だけを意味するのではありません。したがって主は、よみがえて天に上げられてから今までどんな食べ物も召し上がっておられないということです。人間工作を全部終えて空中で講演をする時になって初めて救われた主の花嫁たちと共に召し上がるようになるのです。主がこのように約2000年間何も召し上がらなくてもよいように、私たちも御霊に属する体を着ると食べなくても生きていくのに何の支障もありません。さて、天国でも食べ物を摂取すればその中の香りや成分が霊の体に良い影響を与えるようになります。天国では食べ物を口で食べもしますが、香りを霊の体の中に吸い込むだけでも体が満たされます。果物とか花の香りを嗅ぐのです。旧約時代には生贄を捧げましたね、生贄を捧げましたね。
アブラハムもカシの木の下で生贄を捧げました。ノアが洪水の後捧げた時、神様はそのなだめの香りを嗅がれたとあります。なら実際に生贄を火で焼いた時、その匂いが神様の御座にまで立ち上ったという意味でしょうか？いいえ。では何を嗅がれたのでしょうか？生贄を捧げる人の心の香りを嗅がれたのです。どれほど心を込めて捧げるのか、御霊に従って血の生贄をどれほど心を尽くして捧げるのかをご覧になるのです。貧しい人が牛一頭を捧げたとしても、これ高いのに、これから数ヶ月も食べていけるのにもったいないと思いながら捧げたなら、神様が香りを嗅がれるでしょうか？いいえ。新約にも、神様に同じものを捧げても信仰と愛と心が込められたものをお受けになるとありますね。生贄を捧げる人の心の香りを嗅がれるのです。だから神様に献金を捧げる時も、その心をご覧になるのです。どれほど心を込めて用意するのかをご覧になるのです。日曜日になって急いで引き出して封筒に入れて教会に持っていくなら、心がこもっていないのではありませんか？少なくとも1週間前に用意して、それも新札に書いておいて封筒に入れて祈ってから捧げるなら、神様がどれほど喜ばれるでしょうか？私は少なくとも1ヶ月前に1ヶ月分の献金を用意しておきます。そして新札が手に入ったら取っておいて、献金封筒に入れて名前と金額を変えて心を込めて祈るのです。それを毎週金曜日に感謝献金、建築献金、日曜日に感謝献金として捧げます。初心の者の時からそんな風にしてきました。天国で香りを嗅ぐ時は、鼻はもちろん口や目、そして全身で嗅ぐこともできるし、心でも嗅げるのです。霊の体にとって香りを嗅ぐことは、さらに大きい喜びと幸せを感じて、さらに満たされる方法になります。この地上で人々が健康のために食べ物をまんべんなく食べるように、天国で霊の体は香りを嗅ぐことを楽しみます。したがってさまざまな花や果物の香りを喜んで嗅ぐのです。そして天国ではどんなことにも飽きる心がないので、同じ花の香りを何度嗅いでも、いつも同じ幸せと満足を味わうのです。果物と花の良い香りを霊の体が嗅ぐと、まるで香水をつけたように体に染み込んで、一定の時間は霊の体から再び発散されます。この地上で香水をつければ気分が良くなるように、霊の体も香りを嗅げば香りが漂うので、さらに満たされるのです。天国では霊の体はこのように香りを嗅いだり、食べ物を食べたりします。どんなものでも食べたらすぐ分解されて、呼吸とともに外に排出されるのです。その食べ物とは果物だからなおさらですね。それでは天国ではどんな食べ物を主に食べるでしょうか？最も代表的なものは、さまざまな果物と命の水で作られたいろいろな飲み物です。命の果物だけでも12種類あり、それぞれ独特な味と香りがあります。天国にはこの果物以外にも数えきれないほどの種類の果物があります。1984年、天国についてのお言葉をいただいたとき、私は天国の命の果物を霊感で味わったことがあります。つまり果物について説明してくださるとき、その味も感じさせてくださったのです。花の香りについて説明してくださるときも、香りを感じさせてくださいました。その感じは今も忘れられません。ずっと消えません。
この地上のどんな果物の味でも表現できず、あえて比べることもできない鬱陶するような味でした。まるでハッカ飴を食べると口の中がスーッとするように、命の果物は全身が満たされてうっとりするように感じたのです。このような果物の種類が数えきれないほど多く、どこに行っても好きなだけ取って食べられるように豊かに実っているのです。天国で私たちが飲むものも命の水一つだけではありません。独特な味のいろいろな飲み物があります。天国で霊の体は何も食べなくても永遠に生きられて、天国という空間にいることだけでいつも幸せと喜びがあふれます。そしてこれに良い香りと味と成分を持つ果物を食べて、飲み物を飲めばさらに幸せになるのが感じられるのです。この世でもある人たちはとても幸せなことが自分に起こると、いやすごく幸せだ、食べなくても生きられそう、食べなくてもお腹いっぱいだと表現したりします。しかしその幸せな心で美味しいものを食べればもっと幸せになるのではありませんか。天国でも同じです。それなら皆さんがこの地上で好きなものは天国でも食べられるでしょうか、食べられないでしょうか。例えば肉やパンやケーキのようなものが天国にあるでしょうか。あるものが食べたいとき、よく体が欲しがると表現したりします。体がお肉を欲しがるとか、脂っこいもの、辛いもの、甘いものを欲しがるとか言うのです。この世に生きている肉の人は必要と食欲によってあるものが食べたくなったりします。皆さん、食欲が湧くからといって何でも食べてはいけません。ここに手紙が一つ届いていますが、食欲が湧いてむやみに食べたせいで亡くなった方の話があります。お読みします。万民教会の同会長イゼロク先生、次はアメリカ WCDN のディレクターアルマンド・ピネダ博士が送ってきたアイリン・リーブズに関する報告です。親愛なるイゼロク先生、アイリンについて報告の手紙を書いている今、複雑な気持ちです。アイリンのメイのデボラと姉のジーンから聞いた話は次のようです。3週間半前、彼女は5年越しの卵巣がん末期が癒されているのを感じたそうです。そして2週間前は完全に癒されたそうです。体重が約23キロの状態で、つまり前は46キロくらいだった女性が、卵巣がんのため食べられないから23キロまで減ったのです。骨と皮だけしかないんです。23キロの状態で死を待っていたし、モルヒネを使い続けるしかない、半分昏睡状態から回復したのです。同会長先生が祈ってくださったハンカチをもらって、彼女はとても幸せそうでした。そして看護師たちにハンカチを自分の体から外さないようにお願いしました。なぜなら神様が彼女の命を伸ばしてくださったから、癒してくださると信じたからです。ハンカチの祈りを受けて意識が戻って話せるようになったのです。だから看護師たちにハンカチを外さないように言ったのです。ずっと横になっているからお腹の上に乗せておいたんですね。すると癒されるという信仰があったからそうしたのです。ハンカチをお腹に置いてから1週間後にがんが 50% 減りました。当時がんがバスケットボールぐらいの大きさだったそうです。だからお腹がどれほど膨らんでいたでしょうか。
それから10日後にはがんが完全になくなりました。彼女は喜びにあふれて癒されたことを証ししたいと言って、神様の真実なしもべである道海女先生の祈りを受けたハンカチをいただいたことにお礼を言いたいと言っていました。彼女は食べ物を持ってこさせました。しかし長い間モルヒネを服用していたので腸は弱くなって機能が麻痺した状態でした。もちろんホスピスの看護師たちもアイリンからがんの痕跡も見つけられないほど看護は癒されていました。アイリンは奇跡を行われたイエス・キリストを賛美していたし、退院してアメリカ WCDN 医学学会で証しができるようにと毎日祈っていました。数日前彼女はそれ以上物が食べられなくなりました。なぜなら腸が動かないから。食べたものが詰まっていたし、胃では何も消化できなかったからです。そうやって体がとても弱くなって彼女の体は機能が止まりました。腸閉塞によるひどい脱水現象があったし、救急室の医者の話によるとそれが心臓麻痺の原因になったそうです。ホスピスの規則のため彼女に延命のための栄養注射を打つこともできなかったし、医者も呼びませんでした。なぜならホスピスは死を待つ人のためのところだからです。病院でも法律上栄養注射とか打てないことになっていたのです。彼女の家族は腑に落ちないようでした。特にアイリンの姉のジーンがそうでした。彼女は神様がアイリンを癒してくださったのに、なぜ数日後には死ぬようになさったのか質問していました。私はその事実を知らなかったんですが、昨日電話で分かったのです。私たちは一緒に祈って慰めたし、神様の主権と御心と目的と知恵について話しました。私たちとアイリンへの神様の最善は何なのか御心を知るために話しました。ついに彼女は受け入れて心が落ち着きました。私たちはこの特殊な状況を理解するために一緒に祈りました。そして神様の慈しみと恵みに委ねることにしました。イエス様の愛を伝えながら、アルマンド・ベネダ博士より。皆さん、私がこの手紙を読んだのは、皆さんにもこういうミスが起こってはいないから、起こってはいけないから説明するためです。WCDN のお医者さんがその方によく説明してください。あれほど長い間食べられなかったし、体も弱くなっていて、腸とか胃も1年以上動かない状態だったのです。それなのに食欲が湧くからといってむやみに食べてしまったからどうなるでしょうか。食べる順番があるのです。皆さんは20日30日40日断食をするなら、終わった後どう食べるか順番を知っておられますね。30日を過ぎると水も飲み込めません。水を飲んでも消化できなくて苦しいのです。だから吐いてしまうのです。水を飲んでもすでに胃につながる食道がくっついているから通れないのです。でも水でも飲みたいから飲むんですが、苦しいから吐くしかないのです。そんな状態なのに食べ物が入るでしょうか。でも感謝なことは、長期断食した人も思いは飲み込めるから回復できるのです。それもとても薄くしてごく少量を飲まなければなりません。1日に4回分けて小さいコップ1杯ぐらいの量を飲むのです。するとそれが胃につながる食道を潤すのです。そして胃に入って徐々に機能を回復させるのです。乾いてくっついている食道を潤して柔らかくするのです。だから保護食が必要なのです。40日断食したなら20日ぐらいは保護食をしてからご飯を食べなければなりません。それなのにこういう過程を経ないで食べたいものを食べてしまったからどうなるでしょうか。消化もできないし腸に詰まってしまって
結局はなくなったのです。とてももどかしいことです。万民の生徒がそこにいたなら、どう食べるべきか教えたならよかったのに、こういうことを知らないからつい食べ過ぎてしまったのです。後で確認してみたらたくさん食べたそうです。皆さん、食欲が湧くからといって何でも食べてはいけません。肉の人は必要と食欲によってあるものが食べたくなったりします。そのような時、体が欲しがる食べ物を摂取してあげるともっと健康になったり幸せを感じたりします。たまに胃の痛みとかで祈りを受けに来る方がいますが、私がおかずはどんなものを食べてますかと聞いたら、いつも通り辛いものもしょっぱいものも食べてるそうです。でも胃が痛いとか胃壁が傷ついたならどうすべきでしょうか。食べたいものを全部食べていいでしょうか。自制しなければ、塩辛いものや辛いものなど刺激的なものは避けなければ、私は胃が丈夫でも気をつけます。私の食卓は賑やかです。コチュジャンに醤油に水一杯、それからキムチが一皿、たまにナムルもあるし、それからお汁にご飯まで、結構多いじゃない、多いじゃありませんか。これだけでも食卓が賑やかですね。で、なぜ水が一杯あるかといえば、コチュジャンも辛いし、醤油も唐辛子の粉を混ぜたものだから辛いし、キムチも辛いから、そのまま食べたら胃にあまり良くないと思って、キムチを水で洗って食べるのです。だからいつも食卓に水があるのです。もちろんそのまま食べれば美味しいけれど、胃が痛まないように気をつけて洗って食べるのです。ところが私たちが天国に行くと、第三の天の空間に適した完全な霊の体に変えられるので、この地上で食べていたものはそれほど食べたくなくなります。何も食べなくても永遠に生きられて、果物や飲み物だけでも十分満足感と幸せが感じられるので、この地上で食べていたものは食べたくならないのです。先ほど例えを挙げたように、小麦餅を食べるような感じなのです。皆さん、おいしいものを食べると舌が肥えますね。昔は小麦餅でもとても好きだったし、食べられるだけでもありがたく思ってたんですが、今はそんなものでありがたく思うでしょうか。おいしいものばかり食べるから舌が肥えたのです。天国ではものすごくおいしいものを食べるから、この地上で食べていたものを思い出として食べるとしてもおいしくないのです。理解できますか。皆さんがこの地上でいくら好きだった食べ物でも、いくら美味しかったものでも、天国に行けばそれよりはるかに美味しいものがたくさんあるから、この地上の食べ物なんか忘れてしまうのです。時々人間工作を受けていた当時を浮かべながら回想することがあります。そんな時、特別に記憶に残る食べ物があって、それを再現してみたくなることもあるでしょう。こんな場合に天国でもこの地上の食べ物を真似てその形を作ることもできて、似たような味を出すこともできるのです。ところが、いつもこのようなものを作って食べて飲むのではなく、味も天国の果物や飲み物の方がはるかに勝っているので、そんなものは好んで食べるようにはなりません。前に朝鮮戦争の食べ物を例えに挙げたのと同じ理屈です。前回と今日は天国の服と食べ物を説明しました。次回は天国の住環境について場所別にお話しします。結論です。愛する生徒の皆さん、今日の本文ルカ 22-30 でイエス様は、それであなた方は私の国で
私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのですと言われました。これは自分のすべてを捨てて、ただ主イエス様に従って主の弟子の道を行く人々に約束された主の御言葉です。このように天国に行けば、御使いたちが支度しておいた宴会の食卓について主と食事ができる栄光を得る人々もいます。また自分の家にあるおしゃれな食卓について、御使いたちに親切に仕えられながら、きれいなクリスタルの器に盛られた果物を優雅に食べることもあります。これと違って、御使いが一度にもいでおいた果物を自分が直接取って食べることもあります。また果物の味と質も天国の場所によって違ってきます。皆さんは永遠に生きる天国でどんな生き方を選びますか？父なる神様は、皆さんがこの地上で行った通り天国で報いてくださるのです。したがって、さらに神様を心から愛する皆さんになって、この地上だけでなく永遠の天国でも神様の大いなる愛をいただきますよう、主の皆によって祈ります。聞いたメッセージを思いながら一緒に祈りましょう。ハレルヤ。父なる神様、恵みと愛に感謝いたします。この地上は虚像であり、天国は実情です。私たちが目で見たかのように、手で触ったかのようにしてくださり感謝いたします。美しい天国を望みながら走るようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された道会長先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と姿勢で、全国の全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いとお互いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌患いを下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と全ての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、チューブ、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、必要傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる
敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ下がれ、その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求める、求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子どもたちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。